はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん遊戯王って種族いっぱいあると思うんですよ。何の種族が好きですか？何種族が好きですか？あのね、僕ね、一番好きなの、多分ね、機械族だと思うんですよね。僕結構機械族モンスターめちゃくちゃ好きで、やっぱあの機械族モンスターが出るとテンションが上がるタイプなんですけども、今日はですね、強そうな機械族全部入れたアルティメットマシンビートっていうデッキをご紹介していきたいと思います。ちょっとデッキ名気に入ってるんですけども、アルティメットマシンビートです。はい、どういうデッキかっていうとですね、強そうな機械族を全部入れました。とりあえず例えばデスペアードリボルバドラゴンとか、マシンナーズフォートレスとか、リアクタードラゴンとか、その辺のね、強そうな機械族をいっぱい入れて、で普通に一族の結集で展開していく。それかもしくはこのヒーロー剣山っていう謎のトラップカード、これ相手のモンスターの攻撃宣言時に自分の手札を1枚ランダムに相手が選んで、それがモンスターだったら特殊ができるっていう効果なんで、なんか1枚か2枚とかにモンスターしておいて、出したいモンスターだけにしとくと絶対出せるんで、上級モンスターだから結構展開しづらいんですけど、結集とか剣山だったら出せるんですよ。だからこれでガンガン出していくっていう、そういうね、ギミックですね。でね、1個、まあこんな感じのデッキ今までも作ってきたんだけど、1個だけ新しいギミックが入ってまして、まあこれも入ってるんですけどね、まあ、マシンナーズメガフォーム、これ結構強くてさ、マシンナーズモンスター1体の特殊召喚、こいつをリリースするとできるよっていう効果と、あとマシンナーズフォートレスが墓地を送られた場合、これね、これマシンナーズフォートレスが墓地を送られた場合、そいつを除外するとこれ特殊召喚できるよっていう効果なんで、これ結構ね、意外と壁になって結構強いんですけど、レベル8だし、フォートレスのコストにもなるからみたいな感じ強いんですけど、こいつなんですよ。これがね、追加されまして、これどこだっけ、もう1個前のパックかな、ダークネスギミックっていう、ギミックファウェットの、デッキじゃねえや、パックから、実装になったやつですけども、アーキテッドライトクラフター。これ、自分のフェード上のモンスター存在しなければ、リリースなしで召喚できますよ。で、召喚、特殊召喚に成功した場合、自分の墓地のレベル8以下の機械族を特殊召喚できます。で、その特殊召喚者モンスターのレベルが9になって効果無効になりますよっていう効果なんですよ。だから、こいつレベル自身のレベル9なんで、99になるんですよね。99になる。だから、ちなみにこの効果を使うと自分はエクシーズモンスター、機械族エクシーズモンスターしかエクストラデッキから特殊ができないよっていう効果を持ってるんですけども、これでね、これが出せるんですよ。天外星ダイソンスフィアっていう、超絶巨大モンスターですね。超絶巨大モンスター、機械族最強のエクシーズモンスターと言われています。僕の中で。はい。効果破壊耐性一切ないんですけど、その代わりに、相手の攻撃必ず止めるっていうモンスターで、相手の方が打点高いとダイレクトアタックできるっていう効果ですね。これめちゃくちゃね、これめちゃくちゃシナジーあるかなと思ったんだけど、なんかあんま出なかった。ちなみにライトクラフター特殊召喚成功時も、効果発動できるんで、結集でライトクラフター特殊召喚すると墓地のモンスター特殊召喚できて、まあ、救急でエクシーズができるんで、ワンチャン出るかなと思って、アルティメットマシンビートの新しいお友達として、迎え入れたっていうデッキですね。はい。意外と強いです。意外と、なんかふざけて作ったんで、なんかすげえ弱いかなと思ったんですけども、意外と強かったんで、ぜひね、皆さん使ってみていただきたいと思ってます。それでは早速、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ハービーか。なるほどな。ハービーさん、なるほど。マシンナーズギアフレームを召喚。マシンナーズギアフレームの効果。ハーピーはね、どうしようかな。これなんかマシンナーズフォートレスなんかめっちゃ無限に出しておけばいいかもしれないね。なんかバウンス飛んできてると普通にワンキューされるかもしれないんで、これ3体並べていきましょう一応。で、バウンスね、あれなんですよ、マシンナーズギアフレームさんちょっとあんまり効かないんで、ギアフレームじゃねえやんってあいつメガフォームか。で、こうしといて、で、ツインバレル持ってきとく。ほんで、まあでも結集あるからいっか。結集あるからデスペラ、どうせチェーンできるし。ナイトショップとかじゃないから大丈夫なんで、多分大丈夫ですね。これはまあこのままでいいや。まあでもフォートレス2体いるから、まあ次のターンもフォートレス出せるんで、まあ割と強くはあるけど、まあメガフォームでよかったかもしれないけど、普通に。はい。それはいいや。で、結集破壊されるパフューマー効果、それにチェーンして結集の効果発動。さあ結集の効果によって、マシンナーズフォートレスを対象に、まあどっちもいいけど、対象に取り、まあ、デスペラードリボルバードラゴンを特殊召喚しておこう。よし。で、これがバウンスされても、まあ、手札誘発みたいなもんなんで、悪くはないかなっていう感じですね。で、もちろん結集の効果を発動しない。
狩り場で割れるからね。でシュってさ、サイクロンにはめっちゃ強いけど狩り場にはめっちゃ弱いんだよ、ね、意味ないから。で万華鏡の効果発動して、ハーピリティを特殊召喚。いいよ。いやでもこの盤面全部処理してワンキル取れないと思うんだよな、ハーピーって。さすがに、まあ、あのサンダースパークとか入ってたら全部ぶち殺されるけど、多分ねこの盤面を全処理してワンキルってかなり難しいと思うんですよ。しかもバウンスで飛ばしてきても次のターンツインバレルでいいんで、ツインバレルでなんか自爆特攻したらなんかワンチャンデスペラード出せるし、なんかねなんとかなるとは思っている。でマシンガンスフォートレスも一応墓地から蘇ってくるし、まあバウンスされたらそれはそれでテクだから出せないから、割と強いとは思うこの盤面で。戦闘で破壊したらインチキドローが入るんで結構強いと思うけどなこの盤面。万華鏡、なるほど。でまあデスペラードだよな、はいはい、デスペラードを戻していく、はい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 。デスペ戻す。で特殊召喚出てくるモンスターがハーピーレディ OK。 これでマシンナーズギアフレームだけ殴ってエンドかな多分。まあそんな感じでしょう。殴ってくれんの、それそれ殴ってくれんのマジ、それ殴ってくれんのマジ。効果ご存じない、マシンナーズフォートレスの効果ご存じない。これは SC がさすがにバウンス飛んでるのめんどくさいしな。バックよりも多分これ前へ飛ばしちゃった方が安全だと思うんだよね。チェーンされて戻されるのめんどくさいもんね。これで破壊するでしょ。ターンエンドですよね、俺のターンですよね。で俺のターン、インチキドローが発動。インチキドローの効果によってカードを2枚もドローできるぜ。ドローだよ、なんて強いんだ。あーんと、とりあえず脳死でフォートレスは出し、デスプラードアドバンス召喚とかもありますけどね、これもはやね。で、マシンナーズ、メガフォーム墓地送って、特殊召喚フォートレス。ほんで、ギアフレーム召喚でいいか、これ。こいつだギアフレーム召喚しよう。で、ギアフレーム召喚して、効果でアドバンテージを稼いでいって、もうちょっとバック無視しよう。バックは無視。ほんでですね、レベル4のモンスターが2体でオーバーレートワーク構築、エクシーズ召喚。現れろハーピーメタモンスター紋章とプレインコードを特殊召喚。そしてさらにマシンナーハイパー団結マシンナーズ、マシンナーズフォートレスとマシンナーズフォートレスを墓地の国、マシンナーズフォートレスを特殊召喚。いけバトルダバリーうおこれ強いだろ、これ相当強いぞ。いけプレインコート、ディレクトアタック。サイクロン、なに、あーフラッカー、あーなにそれ、なんだったんだ、あえ羽休めか、クソプラフじゃねえか。いけディレクトアタック。完璧だったわ、団結マシンナーズ的最強か。大変ありがとうございます。さあお相手の方、俺は世界のリゾネーティングさんですね。惜しみなく行くぞ。多分リゾネーだ。コールリゾネーだ。いやーお前だけさなんかヤバすぎる好きでもずるくない？なんか俺にもさなんかデスペラードリボルバードラゴン見せたらさボムスパイダー持ってくるスキル欲しいんだよ。逆もしかり、なんかデスペラードリボルバードラゴンを見せつけたらボムスパイダーを持ってくる、もしくはボムスパイダーを見せたらデスペラードリボルバードラゴンを持ってくるスキル欲しいんだよ。お前だけさなんか確定でなんかさゴリゴリ回せんのずるくないか。デモンズレゾナンスとかいうスキルエクストラデッキに機械族縛りつけていいからよ、別にいいからよ。俺たちにもさサーチさせろよ、てめえだけずるいだろ本当にな。スキル考えんのはいいけどよ、なんか一人だけ優遇すんのはよくねえぞ。ゴミみてえなスキルしか持ってないやつもいいんだからな、くだらぎとかくだらぎとかくだらぎとか。本当にあいつのスキルはゴミですからね。めちゃくちゃ展開してくんじゃんこいつ、めちゃくちゃな展開してくんじゃん。やばすぎない？やばいんだけど、そんな展開される？レッドライジングドラゴン、なるほど。レッドライジング効果、あ、2600回復、うざいね。シンプルにうざいね、それ。なるほど。あ、うざいね。うざいね。盤面はかなりうざいね。まあでも、言うてそんなに強くはないよ。俺のターン、ドル。
先行するやつもさいませんからね。アイテムデッキはとりあえずマシンナーズギアフレームを召喚。マシンナーズギアフレームの効果を発動。マシンナーズギアフレームの効果によってマシンナーズフォートレスを手札に加えていく。そしてマシンナーズフォートレスの効果を発動。デスペラードリボルバドラゴンを墓地に送り、マシンナーズフォートレスを特殊召喚。そしてデスペラードリボルバドラゴンの効果発動。これによってツインバレドラゴンを手札に加えていく。そして3クセシャッティか。カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット。バトルベイズ、とりあえずこいつでチューナーぶん殴って、でダークエンドはショットができないんで、ダークエンドはショットしましょう。さあマシンナーズフォートレスが戦闘で破壊された場合、お前のモンスターを一旦破壊させてもらう。よし、これでそんなにヤバいこと起きないでしょ。召喚権使うしね、この盤面レッドライジングだけ残しとくと相手結構展開困るんで、あのクリムゾンリゾネーターが特殊召喚できないで、ワールドワインドの効果いいでしょ。ワールドワインドの効果でレッドリゾネーターがなんか持ってるしかない。クリムゾンリゾネーターいいだろう、いいだろう。まあ、ちなみにこんなにガンクセしてめちゃくちゃ強そうに見えて、相手の、カードを妨害するかと一個もないっていう。この3クセしてめちゃくちゃ強そうに多分相手見えてると思うんですよ。これ妨害札なんもないっていうね、ただ展開するだけっていう。こっちを、こっちのモンスターを。さあカード落ちはセット、なんでしょうね、あれ狡猾ですか神中ですか。狡猾だけ一番強いですね、この時狡猾がマジで辛くてどうしようもないみたいな時あるんですけど。さあカードを1枚セットしたって考えている。展開するしかねえだろ、殴ってるか、それともそのまま見るがいい。あモンスターを通常し、はいはいはい、でしょうね。でクリムゾンリゾネーターの効果使ってレベル2のモンスターを特殊召喚して、あワールドワインド、ワールドワインド効果、はい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 、いいでしょう。で、もう1体ロックしてくるのかな、それとももう1回ハッチしてくるのかな、まあ、どっちでもいいけど。マシンナツキヤフネームさん1800だって高いですよね、これね。レッドライジング効果、レッドライジングそんな使っちゃ大丈夫か。レッドライジングもう全部使っちゃったんじゃないか、大丈夫か。さあそれをショルトもう相手シンクロモンスター出せないんじゃないか。はい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 、でレッドリゾンタ効果いいでしょう。で2100回復いいでしょう。でダークエンドも全然いいですよ、ダークエンドまで了承、うん、はい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 、はい、ダークエンド了承。でダークエンド効果使って相手除去ると一応俺様はと結集チェーンできるんで、モンスター効果発動、はいはい、ダークエンド効果結集チェーンだ。一族の結集の効果を発動、このモンスターと種族が同じモンスターを一体墓地から特殊召喚できる。現れろデスペラード、オリバードラゴン。さあ困りましたね。困りましたね。ターン終了いいんですか、そんなゲロ甘い展開していていいんですか。オラオラインチキドローだぜ。さあレベル7以上のモンスターが戦闘を破壊したら次のターンに俺は2枚のカードドローできる。そしてマシンナズメガフォームを墓地のマシンナズフォートレスを特殊召喚、さらに俺はカードを1枚セット。これはツインバレルで後ろ割ろう、ツインバレルさんで後ろ割りましょう。これ割れたら神ゲー、これ割れたら神ゲー、割れたら神ゲー、頼む。はい、あーマジかー、あれなんだろうな、狡猾じゃなさそうだね、これなんかチェーンないから、これ多分中国かな、中国だと思う。だとしたら使ってるよね、はい、で神の忠告使われる、でぶち殺された、はいおはようございます。はいおはようございます、はいおはようございます。モンスター特殊モンスター効果呼びが、勝ち申した。これは勝ち申した、さすがにこれは勝ち申した。強すぎる。かわいそうにな、かわいそうにな。中国頑張って発動してデスペラードしょったのに一瞬で帰ってきたわ、一瞬で帰ってきてさ。さあどうするんでしょうか、さあどうするんでしょうか。クリムゾンリゾネーターのこと、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚、はい、特殊召喚で、デスカリバー、はい、なるほど。でデスカリバーでここで、でもさレッドライジングなんか全部いってたはずなんだけど、だよね全部いってるわ、3枚全部いってるんで、これ多分出せるモンスターいるの、これいました、草
サー生えるんごデスカリバーいるのか。デスカリバーいるからモンスター効果を発動しはいないっていうことね。一回デスカリバーからぶん投げないといけないから、だからこうか。でこうして、はい、でこうして、ありがとうございました。いやアルティメットマシンビート意外と強い、意外とやってくれる。さあお相手の方、さきな、なんだっけ、武田哲夫君、よろしくお願いします。ゆる先輩名前忘れた名前忘れた。マシンナーズギアフレームの効果と、マシンナーズギアフレームでマシンナーズフォートレスを手札に加えていく。そしてマシンナーズフォートレスの効果を発動。マシンナーズフォートレスでマシデスペラドリブルバドゴを墓地を振り、特殊召喚してデスペラドリブルバドゴの効果によってツインバレルを手札に加えていく。ターン終了。ターン勝利やん。ターンエンド。よし、あいつのデッキはなんだ。ドロー。闇だったらね、マシンナーズフォートレス闇だったらマジで強かったよね。マシンナーズフォートレスが闇属性だったらって何回も思ったそしたらめちゃくちゃ強かったよね。イエーイ、イエース、イエース。モンスター効果発動。お前誰やねん。冥界騎士トリスタン誰や。召喚に成功した時、自分の墓地のアシムロックジェロのアンスモンスターを対象に新装カードになる。なるほど、はいはい、でアンスモンスターを召喚に成功したんだ。お前は誰や、誰やねんマジで、こいつ誰やねん。はいはい、トリスタンが取り付けたかどうしようか。自分の手にアンスモンスター2体まで対象にし、5から8までの D のレベルを宣言して、そのモンスターはレッターシロップで宣言したレベルになる。もうちょっと強いな。でアンスモンスターしか特殊召喚できない。おお、あバトルだ、もらったぜ。え？ちょ、1個言っていいですか？お前誰やねん。